ハルペン・ジャックは日本を拠点に活動する漢字を中心とした辞書編参加日中漢字伝研究所代表。講談社会映学習辞典の編集長及び漢字検索法スキップシステムの開発者として知られる。国際一輪社連盟の創立者。埼玉県埼玉市在住。1946年ドイツ生まれ。幼少期からフランス、ブラジル、 米国登録各国に移り住み、現地の言語を習得。英語、日本語、ヘブライ語、イディッシュ語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、中国語、エスペラント語、アラビア語、ベトナム語の11個と語の話者であり、ラディノ語、パピアメント語、アラム語を読むことができる。大学で天文学を収めた後、技術翻訳サービスを提供するビジネスを始めた。 1968年にイスラエルの器物で出会った日本人に漢字を教えられたことをきっかけに漢字に強い興味を覚え、1973年に家族と共に来日。16年を費やして新刊英辞典を完成させた。その間、日本で唯一イディッシュ語を教える組織である日本イディッシュクラブを設立、渋谷のユダヤコミュニティセンターでイディッシュ語を教えるほか、 昭和女子大学の特別研究員も務めていた。また、日本の雑誌や観光物で定期的にコラムを連載したり様々なバラエティ番組への出演に加え、辞書編纂、言語学習、その他の言語、文化関連トピックについて数百回に上る講演を行っている。趣味は伝統的なアンデス山脈のフルート、ケーナの演奏。 2002年より日本をベースにグループトーチギータと共に演奏活動を行っていた。熱心な一輪車愛好家で日本、米国、カナダ、中国をはじめ世界各国において一輪車スポーツの普及に努めてきた。一輪車の100マイルレースにおける前ギネス記録保持者。1978年に日本一輪車クラブを設立、初代会長として 日本全国への一輪車普及に尽力し、ジャックの後続団体である日本一輪車協会では2012年まで常務理事を務めた。初めて日本語で一輪車の乗り方を解説した誰でも乗れる一輪車の本は今でも一輪車の一部のモデル購入時に付属してくる。1980年に国際一輪車連盟を創立、初代理事長に選出された。 1984年から2001年まで連盟の代表、副代表を歴任し、1993年には万里の長城一輪車、マラソン大会を開催した。中国語、日本語、韓国語、アラビア語等の多言語データベース構築と辞書編纂を主業務とする。後段社会営学習辞典や新館営辞典をはじめとする辞書編纂のほか、機械工学、 経済、医薬等を含む多くの専門辞書及び様々な辞書ツールを開発してきた。日本語、中国語、韓国語、アラビア語でのおよそ2400万に上る大規模語彙データベースを保有し、またライセンス供用を行っている。ありがとうございます。